はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、なんかね、あのヤフーニュースを見てた時に、児童虐待防止法っていうんですか、で、20年から来年からですね、親がその子供をしつけということでこう叩いちゃいけないっていうことをね、盛り込んだなんか法案っていうのがこう改正されるらしいんですけれど、それでね、ちょっとね、皆さんもまあ賛否両論あると思うんですよ。まあ、叩かなくてもしつけはできる。で、叩かなければちょっとこうしつけは難しいんじゃないかっていうかね、そういうのってこうあると思うんです。で、僕は介護士でね、こう児童デイとかこういて、で、よく思うんですけど、ね、自分の大人が自分の状況を把握して叱ってるんだったらいいんじゃないかなと思うんです。例えばもうその自分がこう何ですか、自分のイライラを子供にぶつけるとかってのはそれは良くないと思うんですよね。そんなの当たり前じゃないかと思うんですけど、結構ですね、自分のこの生活のイライラを子供にこうぶつけるとか、ストレスをぶつけるっていうのはね、結構多いんです。大人でもそういう、やっぱり大人だから、僕は前子供の頃は大人って結構その完璧っていうか、大人は完璧だっていうので、ね、なんか子供って結構持ってると思うんですよね。だからその大人が言ったことは全て正しいって思うんですけど、でも大人になった時にね、思うんですけど大人になった時に全部が全部こう何ですか、正しいわけないじゃないですか。何でもそうだと思うんですけど、大人になって気づいた時に、子供に対してこう やったとしても、なんかこう間違ってやっちゃった。例えば自分のイライラを子供に爆発させちゃったとか、そういうことってすごくあると思うんです。なので、なんていうんですかね、その自分を客観的に見てしつけしてるんだったらいいと思うんですよね。ただそれがもう自分が分からなくなってて、感情のままに子供にぶつかってるとか、子供を感情のままに叩いてるとか、そうするとやっぱり良くないんじゃないかなっていうのはすごく思うんです。だから例えばなんかこう本当にね、思うんですけど、やっぱりこう介護のヘルパーやってても、子供は本当に危険な時ってあるんですよね。バーッと走ってて、赤信号関係なく車に来る道を渡っていっちゃうとか、その時やっぱりこうもう引っ張っても止めますよね。もう何しても止める、命に関わること。あとは知らない人に対してこう殴りかかるとか、そういう時はもう止めますよね。で、その時止め方を考えろって言われることあるんですけど、止め方考えるほどそんなに余裕ってのはないと思うんですよね。特に特にね、そういう、もし力、女性の場合だと、女性のヘルパーさんで男性の男の子を止めようとした時に、もうそこまで余裕はないと思うんです。なので、そういう時とかはやっぱりこう僕の考えですけど、もう虐待っていうか、引っ叩いてっていうか、もう力ずくで止めても、これはしょうがないんじゃないかなと。それが虐待って言われるんだったら、それはもうそれじゃあ何もしないで車にひかれるの待ってんのかとか、じゃあ何もしないでそのまんまこう人に暴力を振るうのを止めないで待ってるのかっていうね、そういう話になってくるんで、なかなかねそこは難しいんじゃないかな。ただなるべくですね、やっぱりこの大人が冷静さっていう冷静さをこう保って
られるっていうんですかね、そういうのってすごく大事なんじゃないかなっていうのはね、思うんだよね。どんな時でも、はい、自分はストレス抱えてても、それを子供にぶつけないとかね、ちゃんとこう同じ目線というか、ちょっと上の目線で客観的に見てあげられるような、自分の精神的に磨いていくっていうのは、それは大事なんじゃないかなと思うんですけど、皆さんはいかが思われたでしょうかね。子供に対して親がそのしつけのためにこう殴っちゃいけないっていうこと、そういう法律がねできるんですけれど、それがね、それは法律は形ですよね。ですけど、そのもっとね、こう親としてもそのストレスマネージメントっていうか、そういうのはやっぱりこう少しずつ学んでった方がいいんじゃないかなと思いますし、なかなか難しいんですけどね。やっぱり子供ってやっぱり自分の子供って可愛いと思うんで、結構そういうふうにね思っちゃうんですけど、まだ自分のことをの精神性を少し磨いていくと、やっぱり子供に対しての、ね、接し方が違っていくんじゃないかなっていうかね、すごく思います。なかなか難しいところなんですけれど、皆さんはねどう思いましたでしょうか。もしよかったらね、コメント欄に、ね、くださればと。